皆さん、実を言いますと先週の金曜日なんですけれども、この仮暮らしのアリエッティの音楽を担当してくださって主題歌も歌っているセシル・コルベルさんが来日しています。今回の来日の目的というのはですね、今まで音をつけたロールがあるんですけども、それ、笠松さんによっていろんな、ちょっと音を、トラックをいろいろ加工してですね、セシルさんのオリジナルの音楽を尺を合わせたり楽器変奏を少しいじったりとかして、合わせて音をつけたものがあってですね、それの一応本人との確認作業っていうのが、一つの大きな目的だと思います。それから、この後ですね、サウンドトラックっていうのも作る予定になっていますので、その辺の打ち合わせもあります。またあと、契約のようなですね、事務的なこともあります。そういう諸々の作業のために来日してるんですけども、1日だけですね、一応マスコミ取材デーというのを設けてます。この日はですね、いくつかもうスケジュールを組んでですね、雑誌とか、テレビとかの取材を受けることになってるんですけども、こうしてですね、少しずつセシル・コルベルさんが皆さんの前に、紹介されていくことになるので、その最初の1日目っていうことになります。その他にもですね、日本テレビさんの、番組のですね、密着カメラとかもつく予定ですので、その辺の模様は後日テレビで、放送されるんじゃないかなと思います。それからですね、実はセシルさん、そんなに日本に来るわけじゃないんですけども、なんか今回のですね、打ち合わせとかが終わった後はある山の中の温泉に旅行に行ったりすることも考えてるらしいです。もしかしたらこの時期打ち合わせがあるのもちょうど桜が満開で綺麗な時期になってですね、その辺のリフレッシュなんかも兼ねてるのかもしれません。ということでですね、今実はセシルさんが来ていまして、その取材デーなんかにはこちらも潜入してですね、様子を見てこようと思ってますので、その辺のことはまた詳しくですね、この場でお話ししたいと思います。セシルさん、今回、帰ってしまうとですね、次また5月にやってくるということを聞いてます。今後もたびたびとですね、日本に来てですね、打ち合わせ等作業が続くと思いますので、またこの場で報告させてもらいます。